か。ルチャナ博、ビクトリア公。シウダーであるで妊婦の9人の子供の一人として生まれる。はじめは司祭になるつもりだったが、長じて軍人になり、タイナポレオン戦争に参加し、1815年から南アメリカ植民地判断の遠征隊に入り、8年間転戦した。1833年、カルリスタ戦争が勃発すると、イサベル2世の元の政府軍に属し、 スペイン北西部に出征した。1836年に北部軍司令官となってビルバオを解放。1839年にベルガラで協定を結んで反乱を鎮圧した。政治的には民主的ブルジョアの進歩党を指導し、1840年のクーデターのご首相に押され、1841年から1843年まで摂政を務めた。 アントニオ・ゴンサーレスに内閣を組閣させ、教会財産の国有化、売却に向けた法制定を行った。経済的には自由貿易政策を推進しようと、したが、保護貿易を望む勢力からの反発を招いた。徴兵制の導入をめぐっても、各地で反エスパルテーロの G 行動が起こった。このように事実上の独裁者として、スペインの近代化政策を推進したが、 1843年におけるラモンナルバイスラの革命によってイギリスに亡命した。その後、1848年に帰国を許された。1854年の革命では、レオポルド・オドンネル将軍らと結び政権を樹立して自由主義的改革を推進した。1856年にバリアドリードで起こった暴動への対応において、オドンゲルとの対立を深めると、 女王イザベル2世がオドンネルに政権を任せたため、退陣した。進歩派と民主派が、武力闘争を図るが、エスパルテイロ自身はこの事態を傍観し、ログローニョへ戻った。1879年1月8日、ログローニョの自宅で死去した。ありがとうございます。